そしたらですね、あの末松先生の方からお願いできますでしょうか。マイク。よろしい。問題ある？あれ質問何でしたっけ？はい。質問もう一回お願いします。あ、質問。あ、あの質問は、あの質問というか、あのこういうオープンコーセアの一つの目的として、まあ事業のコミュニケーションとかさまざまなものがあると思うんですが、あの知識をシェアする。あのだから今のオープンコーセアってまだ少なくてもこちらは途中段階だと思うんですよね。で、まあ、あの資源を集めてでそれを一方的に出しているから広報という目的が重要であるというような誤解を受けるとは思うんですけども、やはりそのこれからのオープンコースウェアというのはどん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 資源がたまっていって、それがそのトランザクションコストがどんどん下がって、で相互 その知的創造活動というのはどんどん活性化されて新しいものがどん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 出ていくと、そういった形にやっぱり展開していかなければあまり意味がないのかなと。それがそのやってる我々だけではなくて、周りの人たちもそれにどんどん参加して、それをその非常に低いトランザクションコストで有効な資源をどんどん活用できると。でさらに言えば、まあ今日は知的商業権の話出ませんでしたけど、知的商業権も含めてまだまだトランザクションコストがいっぱいあるわけで、で例えばそういうあの資源あふれてるんだけども、それを実際に自分たちが使おうとするとそこにやっぱりコストが発生するわけ。例えば大学、他の大学が使おうとしたらやっぱりそこがコスト発生するわけだから、それをそういうトランザクションコストをいかに下げてあげるかとか、そういうサービスも必要になってくるだろうし、そういう意味では、まあ、あの宮川先生にお聞きしたいんですけど、まだまだオープンコースやってのは途中段階で、あのこの先はずっと展開していくというふうに私はあの期待しているんですけども。美濃先生、僕言い尽くしたと思うんですが、まあ、あの未来的なこう構想とかシェアして生まれてくるものとか、まあ、そうですね、あの僕の世界はちょっと まあ、あれかもしれないけど、同じような あとそれからですね、うんうん、あの医学部の先生にちょっといろいろ聞きたかったんですけど、あの図版の問題が非常に大きいんですよ。あの実はですね、 言ってもいい、医学出版協会から実はあのオープンコーセアを立ち上げた頃ですね、あの去年なんですけれども、あの医学部出版協会から苦情の手紙が来たんですね。でもうオープンコースウェアでね、その、様々な医学の図版があるんですけれども、それを載せるのは許しませんということなんですね。でそれはもう図その図版自体をがもう発明に近いもので、こういう構造でこういうふうになったということがあるわけ でそれをまあ載せるのは非常に、まあ、あの出版協会としてはまあやめていただきたいというような非常に苦情の手紙をいただきまして、でそれ以来ですね、我々は顧問弁護士という顧問弁護士さんをつけてですね、毎回毎回1ヶ月に1回あの全ての図版をチェックするようになったんですけれども、あのそういったところでそのまあ、江川先生の方では全然問題なかったんですが、問題のある先生もいろいろおられてまだ出せない状態なんですよ。でその辺の何て言うんですか、その図版のをそのオープン構成に載せるためにこうシェアしていく、解決していく問題というのはどういうふうに考えておられますか。基本的には僕のは全部オリジナルだからほとんど問題ないと思うんですけど、あの例えば先ほど書いたあのリンパ球のあれにしろ、教科書を見てもそれを自分で全部あのパワーポイントで書き直してますから、ただあのきちっと出どころさえ出せば僕は問題ないと思ってるので、その図版というかパターン認識のそういう苦情なんですか。ちょっと僕意外だったの、その図版そのものがあの、まあ、教科書のどこそこに載ってるとか、何々出版の何の本に載ってるとか、そういう問題があって、でそこの出版社がそれを載せるのはノーって言うんですよ。あ、それはだから、うん、あのちゃんと許可取らないかんと思うし、許可をもその何かな、ただまあその出す側、例えば僕がそれを一時チェックしてから出してくださいよって土佐先生が僕に言ったら、もう僕は多分出すのやめるだろうから、うん、時間がないから、やっぱり出版社のところの出どころまでは出すのは僕の責任で、あとの向こうから許可をもらうのはもうそれはそっちというか、その専門の人誰かお願いしてもらわないと、医学部の方からのはちょっとしんどいかもしれない。でもそれは全てそうでしょ、版権という意味ではね。全てそうなんですけど、それを黙って出すのはもうそれはもうルール違反だと思います、あのこっちが僕やったら。
医学系が特にきついです。ただ多分言ってきたのは日本の雑誌の連中だと思うんですけど、彼ら同士が彼ら自身の載ってる雑誌のは結構僕らは依頼原稿といってですね、僕ら本気で出すのは全部海外のジャーナルですから、あれは彼らはタダで僕らに書かしてそれで売ってるんですよ。教授のところへこれこれについて書いてほしいって言って教授が下請けでこう出すわけですね。それを僕らが書く。でその時には割ときちっと書きはしますけど、割と自分の出した今までの論文の絵を載せるんですね。だから商業雑誌はそれでいいということになってますから、でそれをもらっといた連中がかつそういうんだったらけしからん話ですね。あ、そうですか。はいはい。ただそこのところはきちっとしていただかないと、僕らがちゃんとしなきゃいかん話だと思います。医学部なんでそんなになんだろうと思いますね。いやそれはだから我々としてもその出版会社と提携を結んだりとかですね、そういったことで。もう一つ彼らが今実は追い込まれているのは、いい、すなわちウェブでどん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 ジャーナルが出るので出版数が減ってるんですよ。それはもう彼らはもう苦情じゃないし悩みを聞いたことがあります。だから神経質になるんでしょう、それはあると思います、はい。だからそのメディアの今後という意味では、そのさっきのシェアはその同等のところがたくさん、他の大学からもできた時に初めてそのシェアと、ね、共にそこの地の交流が始まってまた発達していくんじゃないかなと思いますけどね。要はウェブ上の学会みたいになるんですか。学会？学会というかそのほら討議場というか、はい、今ウェブ討論みたいな。ウェブ討論みたいにブログ的な感じになってた方がいいです。いいかどうかは知りませんが、一つの方向でしょう。はい、ただ今のところ私はどっちかというと教育のための使ってくださいと、自由にやってくださいと、使ってくださいという意味で出しています。じゃあ江川先生自体 の, その、フィードバックは そういう志ある学生ということですよね。でシェアするのもそこですか。シェアして何か生まれていくようなものっていうのは本当に今まで何人かそのウェブでじゃないですけどよそからの大学から来てうちに入ってきて教えたらぐーっと伸びていった人間がいくらでもいますから、そういうのはもう教えてるのは最初の 1,2 年で、途中からはもう教えられることも十分出てきますので、それはもうそれで十分インセンティブというんですかはあります。で何よりも結果がすなわちいい仲間が増えるということは患者さんの結果が良くなるというのもそれはもう最大のインセンティブがありますので、これ十分。じゃあ宮川先生。今日いろいろとお話を聞いてていろいろと感動することがあるんですが、実はその4月にこの京大で国際 OCW シンポジウムが行われたときに、いろんな国の人たちがこの日本で行われている OCW の話を聞いて、日本で OCW に携わっていらっしゃる人たちっていうのは OCW を非常に深く考えている、これ皆さんの印象でした。で私もそう思いました。で今日お話を一通り伺って、で再びそういうふうに思います。でこれだけの大学が、京大もその中のリーダーとして、やっている国は他にありません。でそういう意味でも非常に、大切な、世界的に大切な、ことだと思います。でもう一つ感動したのは先ほど の学生さん の発言なんですけど、この OCW を見たのが一つの理由として京大に来たということ で我々その日々大学で教えてますとついこういろんなことがありますのでこれを忘れてしまうんですが、我々がどうしてこ の仕事に携わっているかっていうのは最終的には学生のために教育のために携わっていると。でその学生さんがその例えば私の授業を OCW で見てで魅力を感じて、それが一つのきっかけで京都大学に来たっていうのは、もうこれに越したことはないと思うんですね。教育者として本当にこれに越したことはないと思うんです。
で、それに付け加えてもう一つポイントとしてはですね、今その教育がグローバル化しているということで、このこういう優秀な学生さんたち今もう世界中でこう引っ張ろうとしているわけですね。アメリカから日本に今どんどんリクルートしてきます。これから中国からも来ます。で、中国がオープン構成を打ち上げた理由っていうのも、まあ、私が想像するところではこれから中国にどんどんいい学生を引っ張ってくる、またいい中国人の学生をそのまま中国に残すんですね。これ本当にそのもう国際的な作戦です。で、そういう意味でもオープン構成はその一つの手段になるかと思います。大学生き残り作戦の一つを聞いたような感じでしたけど、北野先生どうでしたか。今日ちょっと出てきた中で、まあ、そのウィキの話をしましたけど、まあ、ウィキペディア、まあ、あれはその百科全書を作ろうというようなプロジェクトなんですけど、まあ、あれアメリカ版なんてもすごいレベル高い、あるレベルに達してると思うんですね。で、日本語版は割とそれほどでもないかもしれないんですけど、で、まあ、今の若い人たちは嫌でもそういうものを見て調べ物をするわけで、そのわざわざ本屋さん図書館行ったり本買ったりするよりむしろもうインターネットですぐ見るわけだから、やっぱりそこにいいコンテンツがないっていうのはかなり問題のような気がして、ですからまあそういう意味で大学がそういう、まあ僭越かもしれないけどある意味でちゃんとしたあのコンテンツを出していって、ある程度こうレベル付けをするというようなこともなんとなく必要かなという気がして、あのみんなが参加できるというのは非常に大事なんだけど、やっぱりその中レベルも保たないとあの良くないので、まあ、そういう役割もあるかなという気がします。将来あのウィキペディアとオープンコースアが一緒になるようなシステムってできますかね。まあ、できるかもしれませんし、はい、まあ、なんかうすうすね、そういうのがこれからなんか、まあ、そっちの方向にシステム的には行くのではないかなと私は思ってるんですけど、まあ、大学の人がもっと書き込んだらいいという話もあるんだけど、まあ、いろんな考え方はそこあると思います、はいはい。じゃあ美濃先生あの実はあの講義映像をどうしようかっていうのはいろいろと考えてましてですね、講義映像を載せたらもうそれは教育そのものになるんじゃないかっていう議論がかなりあります。つまりそれはあの今オープン構成メディアだって言ってるのは教材だけではなかなかわからない、教室で何されてるかというとその教材を使って先生が説明されるわけですね。それが録画されてそのままオープン構成に載っちゃったら、まあ大学に一時期ですね、京大であのここもそうなんです、アーカイブの撮影を始めた時に学生が手を挙げて、先生そんなことしたら我々京大に入った意味がなくなりますと言ってきはったのが5年ぐらい前かなそんな話があったんですよね。で、それでああそうかと、そういうふうに捉えてるんだと、あのアメリカの MIT なんかは明らかにどうですか、インタラクションが大事だっていう話を強調されてそれでいいんですが、日本の場合ですね、講義しててもほとんど質問しないわけですよね。で、終わったらそのままさーっと立って帰っていくような学生が多い、そういう状況の中でですね、講義のアーカイブまで全部載せちゃうと、その大学に入る意味っていうのは何なんだという、もちろんそれは単位がもらえるのが最後の意味です、あるいは卒業証書をもらえるのが最後の意味ですという言い方はあるかもしれませんが、そうしたときにそこまでやっちゃうとどうなんだろうっていうのが、まあ一つ疑問として最初からこういうことを始めたときにあってですね、ちょっと映像はやめときたいなというふうには思ってたんですね。ところが最近宮川先生もおっしゃってますが、最近あの UCLA もよく付き合ってやってるんですが、昔はですね UCLA の e ラーニング教材っていうのはだいたいシミュレーションとテキストがあって画像があってっていうのはなってたんですけど、もう3年ぐらい前から全部映像になっちゃう、もうその自分で見るんじゃないなと、ポッと押したらあとずっと喋り続けて説明してアニメーションで分かるようなコンテンツが受けるんだっていう話なんですね。そうすると人間ってどん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 怠慢になってきてですね、最後はやっぱりボケーとテレビ見てて情報を得られるのがいいのかなとかいうような話でですね、そういうことを考えてますとですね、この何をもって教育って考えるんかっていうことをもうちょっと考えないといけないなっていうような気がします。でちょうど末山先生がまさにアメリカ流というかそういう形でですね、講義の内容を全部公開して後のディスカッションが教育なんですよ、こういうスタイルが日本でどうなんだろうっていうのがすごく心配です。まあ、あの京都大学だからそんなこと心配せんでやればいいやっていうのも一つの考え方だと思って
ってますのでですね、だから先ほど e ラーニングと違うよっていうような話をしましたが、そういう視点で見るとオープンコースに映像を載せてもいい、 e ラーニングのやっぱりいいところはやはり分からんかった時に先生がに質問ができるところだと、そのインタラクションが大事だっていうことでいくと e ラーニングとオープンコースはこれマージしていってもいいような気がします。だからそこのところにこう日本のその受講態度みたいな話がですね絡んできて、必ずしもそういうやり方がいいのかどうかっていうのは考えていかなきゃいけないようなところかなと思ってるっていうのが、まあ将来ですね、これから先どういうふうに映像を扱うかっていうこの問題がすごくまあオープンコースウェアの問題としては難しいかなというふうなことを感じているというのが今の状況です。私のさっき大学とは何かというふうなことを言ったんですが、私自身もまだよく分かんないんですが、その基本的にですね、やっぱり大学というものはどう考え、学生をどう考えているというと、やっぱり学生はまだ未熟であってね、ほっとくとサボるし、下手すと悪いこともするかも分かんないと。だからそれを大学という、まあ、閉じられた空間の中で我々がその指導してですね、一人前にしてから、まあ、その自由競争に耐えられる世の中に出してあげるのが大学であるという考え方が多分基本的にあると思うんですね。別にそれは大学以外にその教育館というのはそういうところかと思いますが、でそれはまあある一言言えば性悪説なんですね。人間はもともとやっぱり悪いことするんできっちりあるその制約のもとにこう指導してやらなきゃいかん。でところが その外の世の中の世界はやっぱり資本主義ですから、資本主義は原則自由競争なんで、これは性善説なんですね。性善説だけど従来の資本主義社会はやっぱ、まあ、とはそれだけではうまくいかないんで、いろんな規制を設けたのがさっきの末松先生のように、それがどんどんなくなっていくと、トランザクションコストをどんどんゼロにするということで、もう規制をどんどん取っ払っちゃおうということですね。だからますます自由競争に行こうということなので、その言ってしまうとその、まあ、基本的な制約説に基づいて大学という、まあ、一種のこう閉じられた、まあ、まあ共産主義社会みたいなものですね、言ってしまえばね、そういうものを置いてたところが OCW というのはまさにその自由主義競争の性善説に基づいたシステムを取り組むというのは、極端なことを言うと大学というシステムの在り方の根源をひっくり返す可能性があるんですね。そうするとこれから大学ってどうなるんだろうというのは僕もよう分かんないですけど、そういう意味ではすごく大きな変化ですよね。でそういうものを京都大学が、まあ、先頭に立って取り入れたというのは僕はすごいことだなと思うんですけど、まあ、さっきも美濃先生おっしゃったように、教員の意識改革だということをおっしゃったけど、多分私も含めて教員はそういうことをすでに無意識的に分かってるから抵抗するんじゃないでしょうか。どう持っていくのかなと。いやで抵抗すること自身はだから私決して悪いことじゃないと思うんですね。結構根幹に関わることなんですよね、これはね。だからこれからどう持っていくかということはやっぱよく我々自身考えていかなきゃいかんなというふうに私は思いますけど。どうもありがとうございました。ですね、まあ、それでは、まあ、もうそろそろ時間なのでまとめなきゃいけないんですが、まあ、今のお話で、まあ、まとめたということでですね、実際どなたかこの機会に今のお話の中で質問があればどうぞ。いたいたです、すみません、カーネギーメロンの阿蘇川ですけども、私どものカーネギーメロン日本校というのは英語で授業をやっています。でその観点から今までのお話を伺ってまして、最後のお話もそうですけども、日本の中の授業、それに日本の大学間の競争および日本の学歴の中のトップ争い、こういった非常に日本に固有の問題が話されていることを感じました。しかし最終的にはやはり私どもが今いているそのウェブの世界、英語での授業もありますし、そして授業に限らず企業ないしはCNN の放送なんか、科学面に関しては非常に新しいことをやっているわけですね。だからそういうのが学生の高校生並びに学生が見て大学に入ってきたときに、今までのようなその板書式の方法の授業に対しては非常に失望を感じていると。でかつ私も現在カーネギーメロンで授業の中に参加してましてですね、やはりインタラクションが今さっきの話ありました、インタラクションが少ないで
アメリカから私ども日本の神戸校に対しての質問も出てくるんです。で、結局そういった状況を見てますと、授業に参加する意識が学生の中には欠けているということと、参加する方法も知らない。で、参加する時のモチベーションの持ち方、そういった面に関しては日本の受験生は知識的には非常に高いですけれども、国際社会において参画する意識ないしを参加する方法、それを知らない、そういった形で社会人になっていくのが非常に残念だというふうに私は思っています。非常に同感でして、で、先ほどの美濃先生の日本人学生に映像を見せたら何もしなくなっちゃうというお話とも関係するんですけども、やっぱり今までの日本の大学の教育っていうのは基本的にはフォロワー教育で、いかにフォロワーを作るかっていうところだったんだけども、やっぱり今完全にもう限界に来ていて、で、新しいものを作り出さなくちゃいけないと。で、やっぱりその時にはやっぱり主体性を重視して、で、変えていかなくちゃいけないんだけど、やっぱり今までのそういう教育の機会にそのディスカッションをさせるとかプレゼンテーションをさせるとか、そういう機会が非常に少なかったって気がするんですよね。で、まだまだ非常にそういう学生が慣れてないんだけども、やっぱりやらせるうちにやっぱプレゼンテーションってこれ結構アディクションになるしね、機器としてやるような形になってきてるんで、その中からまだ非常に稚拙であるけれども、自分たちでものを考えて新しいものを作るようになってくるというような方向に進んでいくということを前提にしてやっていかないと、もうかなり今の日本の経済状況あるいはビジネスの競争力というのもかなり限界に来ているのかなと。で、その辺、大学に対してはかなり前から批判は、今の先生のお話のように批判があったわけだから、それに対してこういう機会を積極的に活用して変えていく一つのトリガーにするということは私はあり得るのかなと思います。私は末松先生の意見には同感で、今までそういうプレゼンをする機会がなかったんじゃないかなと思うんですよね。私の授業でもプレゼンを最後いろいろ3回ぐらい入れたんですけれども、受講生の生徒数は格段に減っていくんですけれども、それでもですね、やっぱりプレゼンテーションをするしたい子っていうのはいて、で、それが結構京都大学の学生うまいんですよね、やらせてみたら。私はそれにすごく驚いたんですけれども、でもだから今までそういうチャンスがなかったのかなと思います。で、それでだからオープンコースやなどもう少しこういろいろもうこう板書して教えるようなことは先にもうそこにあって、どん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 その本当にもうなんて授業がライブの空間になっていくようなですね、そういった仕組みが一つの綺麗なモデルとしてですね、なんかあるような気がいたします。じゃあそれではですね、もうそろそろ6時になりましたので、これでちょっと終わらせていただきたいと思うんですけれども、